指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色色の横線が連帯目安のラインとなります。まず本命20丸打ちました6番の馬からです。前走姫路の線8で黄色線を20以上上回る非常に高い指数を出しました。その他でも黄色線上の指数を出しております。連帯資格は十分です。まあ、遠征馬で当地初戦でどうなるかというところはリスクとしてあります。距離を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2000になります。この馬ですけれど、距離のピークは、ここは1008、あと1900、ということで、さらに、ここ園田の2400では指数を大きく落としました。適距離は多分1700前後だと思います。多分2000は長いんだろうと思います。展開面を見ていきます。1回区通過順位は、オレンジ色の四角になります。2回のピークは3番手。ここは花を切りました。先行した方が良さそうです。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬は1頭です。先行馬は4頭ということで、多分ミドルペースになると思います。先行力でそうとしますと、この馬は3番手です。好位につけることはできそうです。次、丸落ちました1番の馬です。5走前の高知1008で黄色線を20以上上回る高指数をマークしました。ただし、指数の上下が激しく、当てにできないタイプではあります。距離を見ていきます。指数のピークは1008です。川崎の2100、姫路の2000では指数を落としていますので、2000メートルは少し長そうです。展開面を見ておきます。このまま中段からの競馬が多くなっています。先行力を見てみると、この馬は5番手ということで、ここも差しまくりの競馬になると思われます。展開的には少しマイナスが必要じゃないかと思います。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線になります。馬体を絞ると指数が上がる、馬体が増えると指数を落とす傾向があります。今回も馬体を絞ってくればプラス評価していいのじゃないでしょうか。次に黒三角打ちました11番の馬です。園田で連続して黄色線を上回っています。連帯確率は高そうです。距離ですけれど、園田の2400でも黄色線を上回っています。なので、2000はこなしてくれると思われます。その他の馬も見ておきます。白三角打ったのは9番の馬です。前走の佐賀記念で高指数をマークしました。ここは地元トップということで抑える必要があると思います。バツ打ったのは4番です。金沢2000で高指数をマークしました。ただ前走の2000は低レベルでした。3着までならあるかもしれません。能力偏差値を見ていきます。A ランクが20丸の6番、B ランクが丸の1番。この2頭中心ではありますが、距離2000なのでここはどうなるかわかりません。